8時19分、めっちゃよく寝れた。外は雨です。10時まで大浴場やってるんで行ってきます。14階でございます。ただいま。9時5分。いや、めっちゃ良かった。昨日よりは人いたけど、 4,5 人出て湯船にはもう1人みたいな感じでした。でね、朝バイキング行こうとしたんですけど、よく考えたら昨日いろいろ買ってて、今日は買ったもの食べながら作業します。昼寝してたら気づいたら4時50分です。ここから編集します。1日ダラダラしてたらもう夜中になっちゃいました。1時2分。2時まで温泉やってるんで温泉行ってきます。ちなみに新しいタオルとホテル着とアメニティももらいました。3時52分寝ます。明日チェックアウトなんでね、9時には起きたいと思ってます。おやすみ。はい、9時39分、なんとか起きれました。今日の天気は曇り。で、今日の予定は11時にチェックアウトして、でね、今この音声あんまり良くないと思うんですよね。こう、ルームツアーとか撮った時に結構袋のジャリジャリ音とかなんかして、ちょっとやっぱマイク買わなきゃダメだなということでね、電気屋に行って iPhone 用のマイク買ってきます。で、そのマイク買った後は一回ね、家に帰る予定があるので、一回家に帰って、で、その予定を終わらせて、また都内出てきてチェックインっていう感じになります。で、ここのホテルなんですけども、宿泊金額が2泊で6700円、1泊3350円で、泊まれました。アパホテルのねアプリからやって、ついたポイントが2160ポイント、実質4600円ぐらいで2泊できた感じになります。1泊2000円ぐらい、めっちゃ安いね。で、今なんか2泊目が1000円になるみたいな、そういうキャンペーンやってたので、それお得に使いました。7月と8月、毎月1回それ使うらしいので、またね、8月になったらもう1回使おうかなと思います。まあ、とりあえずね、ここチェックアウトして、今日の夜はドーミーインっていうホテルに泊まります。そんな感じで1個目のホテル終わりです。はい、2軒目のホテル、ドーミーイン池袋着いたので、早速ね、ルームツアーの方をしていきたいと思います。はい、今回の部屋は915号室。お邪魔します。あ、鍵は自分で閉めるタイプだ、多分。はい、で、まずは全身鏡があって、で、スリッパがあって、靴べらで、もうね、いきなりドアが2つあります。これまず右行くと、はい、トイレ、綺麗だね。で、風呂ですね。風呂はシャワー。ただね、ここ大浴場があるんで、まあこれは使わないかなと思います。こんな感じです。で、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープですね。結構高そう。あ、でね、さっき買ってきたマイク使ってます。あとシャワーの強さやんの忘れてた。いきます。あ、シャワーも問題ないね。バッチリ。で、ここにタオルがあると。で、これは非常、で、トイレットペーパー2つにポシュレットあり。で、棚があってって感じ。はい、で、後ろを向くと、ここに洗面所、タオルがあって、水の強さは弱いね。今回は水弱いです。この洗面所、冷たいところにやってたら水弱いんだけど、これ真ん中にすると、真ん中よりお湯側行くと強くなりました。で、ハンドソープ。このハンドソープめっちゃ良かった。なんかホテルの匂いする。で、ここにはドライヤーがあって、コップがあって、アメニティですね。歯ブラシ、カミソリ、クシ、綿棒。ちゃんと歯磨き粉も入ってます。で、ここコンセント。はい、そしたら部屋行きましょう。オープン!おい、めっちゃおしゃれ、この壁紙。はい、こちらがベッド。ベッドはシモンズ製らしい。よくわかんないけど、なんか多分いいやつだと思う。で、ここがデスクコーナー。もうね、充電器とか置いちゃったんですけど、こんな感じです。電話があって、メモ帳があり、テレビ。そう、このテレビがすごくて、まあ、前回のところもそうだったんだけど、これ電源入れます。で、これ、混雑状況とか見れる。天然温泉。あ、今回のね、ドーミーインは温泉あります。男性混雑してるのに女性からなんだけど。いやー、これ今日入るときめっちゃ混んでそうだな。今日土曜日だし。でね、今回のところはサウナがあります。で、レストランの混雑状況。あ、レストランからですね。で、ランドリー状況。お、めっちゃあるじゃん。すご。ランドリーは全部空いてます。女性専用とかもあるんだ。誰も洗濯してません。
はい、でここゴミ箱あり、ここが金庫ですね。まあ使わないかな。でこれが風呂用かな、フェイスタオル、バスタオル、でこれがゴミ袋かな、なんだろう、あ、濡れた洗濯物入れるやつかな。体洗うタオルはないのかな。それが2つついてて、で窓があります。ここ9階ですね。景色は、おい、うん、マンション。向こうはホテルじゃないな、普通の家ですね。景色は微妙ですね。向きによってはいいかもしれないけど。で、枕があり、でここのね、木の感じとかもいいよね。あとこの壁紙、いや、これ動画じゃちょっと伝わりづらいな。もうちょいね、色濃い感じですね。で、ここにベッドのライト、シーリングライト、天井のやつ、デスク照明。で、今回充電口があります。で、コンセント。時計、今5時です。で、箱ティッシュがあって、これが懐中電灯かな。おー、懐中電灯。久しぶりに懐中電灯持った。で、ここには椅子があって、カバン置いて、これがホテル着ですね。で、消臭剤です。で上は棚があります。換気口、エアコン、はい、という感じの部屋です。なかなかいい感じ。特にね、この背景お気に入りです。あとこの木の感じとかで、今日明日ここ泊まるんですけども、今回はね2人で泊まってます。やっぱりね、ホテルって2人だとめっちゃ安くて、今回7500円ぐらいだった気がします。なので、1泊3700円とか、まあ、4000円しないぐらいで泊まれます。で、4000円しないで温泉があって、しかもサウナもある。これがね、めちゃめちゃでかいです。あと、ここの道民委員なんか名物として、夜泣きそばっていうのがあるらしくて、それね、9時から、なんと無料でね、ラーメンが食べられるらしいです。それもね、ちょっと動画で撮っていこうかなと思います。ラーメンがまあ500円ぐらいだとしたら、もう1泊3000円ぐらいか、で泊まれるみたいな感じなので、めっちゃね、ここお買い得だと思います。あ、一応ね、概要欄に予約したリンクとか貼っておきます、毎回。一旦家寄ったついでに、ヘアアイロンと、替えの靴下1セット持ってきました。で、iPad に関しては置いてきました。なんですけども、今回のホテルなんと映画とか見れない、有料です。ちょっとホテル案内見てみます。大浴場、サウナ付き、ランドリーコーナー。まあ、全部で8台。漫画コーナーもあるんだ。ちょっと後で漫画コーナーも見たいな。なんか面白い漫画あるかな。で、自販機があって、電子レンジ。あとは2階にレストラン。これレストラン朝だけらしい。で、2階にも自販機があると。で、これね、露天風呂と高温サウナ。いやー、早く帰りたい。で、朝食は6時半から10時。早いな。料金大人1800円でバイキングらしい。これ明日やろうかな。で、これね、夜泣きそば。なんか夜泣きそばね、9時かららしい。9時から11時。で、数に限りがございますって書いてあって、で、さっきね、エレベーター一緒になった人は、前回間に合わなくてカップ麺もらったみたいな話してたんで、多分これ早めに行かないとダメだと思う。9時になった途端行きます。で、全室シモンズベッド。あとは、まあ、こんな感じだね。でね、これ、ランドリーコーナー、洗濯無料らしい。これ、嬉しいね。で、乾燥機が20分100円。だから、まあ、洗濯し放題。ジムとか行って、汗かいて帰ってきて、ここで洗濯無料っていうのもありだよね。で、特急便も行けるらしい。大浴場は男性がちょっと混んでて、女性は空っぽです。で、今8時32分。ラーメン待って、ラーメン食べて休憩して、サウナですね。あと4分なので夜更かし麺食べに行きたいと思います。楽しみ。夜泣きそばだった。何階だろう、これ2階かな。あ、レストランだから2階だ。行ってきます。行って。はい、これが夜泣きそばです。めっちゃ美味しそう。これ無料。いただきます。めっちゃ美味しかった。普通になんか店で出てくるレベル。あっさり醤油ラーメンで、量的には半人前ぐらいかな。 0.5 人前とかそのくらいだと思います。でも美味しかった、本当に。これが毎日夜食べられるって考えたら最高だね。ちょっと休憩します。はい、今9時36分。今の温泉の状況見てみたら男女とも混雑です。みんな絶対ラーメン食べて温泉行ったでしょ。なのでね、まあ何時だろう、11時ぐらいになったら飽きそうなので、そこまで休憩します。おはようございます。8時28分。朝5時に起きようとしたら3時間半寝坊しました。で、昨日大浴場も入んないで寝ちゃって、で朝から入ろうとしたんですけど朝10時までで、でなんかこの温泉とこのレストラン両方とも10時らしくて、あと1時間どっちにするか迷ったんですけど、お腹空きすぎて多分今サウナ入ったら倒れるんでレストランにします。なんかこれカツオとかイクラとか
アジとかあるらしくて、ちょっとねこれ1800円するんですけど、朝からちょっと贅沢してきます。はい、これ行ってきます。美味しそう。メロンもある、期間限定で。なんかこれが池袋限定らしい。チャーハン、餃子、シューマイ、すごいいっぱいある。タコ、温泉卵、バンバンジーだ、いくら、これアジだ、アジいっぱい欲しい。厚焼き卵1個欲しい。まあ次こっちチャーハンもある。チャーハン、餃子、シューマイ、よし。どれがどれだか分かんない。オムライス、アジ3つ、イクラ、バンバンジー、餃子、温玉、タコ、カツオ、ケーキ、オムレツ、フライ系で、あといろいろシーフードマリネ。いただきます。うん、おいしい。マリネ池袋限定餃子。15時からアイスだ。よし、3時になったので温泉行ってきます。アイスがある。チョコバーかな。すごい景色。15階です。はい、3時56分。はい、温泉とサウナ行ってきました。温泉も結構良くて、でサウナも良かった。サウナに関しては8分から12分ワンセットだったんだけど、4分ぐらいしか入れなくて、それに3回やってって感じですね。でシャワーがリーファでなかなか良かったけど、なんかマジックが落ちるみたいな感じの PR みたいなあるけど、マジックが落ちる感じはしなかった。あとドライヤーがダイソンで、ダイソンすごかった。なんかスカイダイビングしてるみたいな風量で、なんか髪乾くのめっちゃ早かった。サラサラになるとかは特になかったかも。で、あと化粧水とか乳液とか、その辺はね、置いてありました。あと3時から8時かな、3時から6時ぐらいまでは、1人1本アイスがもらえるんで、その間に入るといいと思います。あと18時から20時かな、その2時間はね、レモンサワーとかなんか1本もらえるらしいんで、それももらいたいと思います。あと夜はね、焼肉食べに行くんで、その時も動画撮ります。焼肉、乾杯。1日ぶりのジュース。うわ、すごい、すごい、初めて見た。こんなステーキ握り、ステーキかこれ。え、これこのまま食べんだよね。いただきます。めっちゃ美味しい。あ、美味しい。なんだろう、何味だ。塩タン塩、エビ、トントロ、カルビ、ロース、カイノミ、中落ちカルビ、美味しそう。サンチュカルビ巻き、うん、でかいの。おお、ビビンバ、締めのアイス、レモンサワー、ラムネもある。いきます。あれ、お今日も夜泣きそば。21時44分、ホテル生活4日目で初めての洗濯です。靴下2足と T シャツ1枚、2枚とパンツ2枚。あとズボンも洗濯します。基本ホテルにいるときは、なんか館内着着てあんまり服いらないかも。じゃあ洗濯行ってきます。はい、洗濯30分待ちます。この間に風呂入ります。洗濯機は無料で、乾燥機は20分100円。乾燥します。チェックアウト日8時55分。最後に温泉行って、カルピスゲットしてきます。ヤクルトゲット。10時43分。11時チェックアウトなので、チェックアウトします。この次のホテルのチェックインまでの時間が大変。